小池知事の定例記者会見を始めます、はい、それではよろしくお願いします。今日はですね 1,2,3,4,5,6 ちょっと多くて6本ご報告がございます。まず今日5月31日世界禁煙デーでございまして、私も先ほど日本医師会館で開かれました世界禁煙デーの記念イベントに参加をしまして、これをもらってきました。これみんなで進みましょうということ、受動喫煙を防止しましょうという、そういう、まあ、なんていうんですか、シンボルなんですけれども、受動喫煙の防止対策、禁煙の重要性についてお話をしてまいりました。ご存知のように党におきましては、2020年4月の法律条例の全面施行に向けまして、区市町村の皆さんや事業者の皆様方にご協力をいただきながら受動喫煙の防止対策を進めているところでございます。また健康ファーストということで、受動喫煙だけでなくて喫煙そのものも健康の影響がある、健康への影響があるということなど正しく理解をしていただくということで普及啓発を図っております。また禁煙希望者への支援にも取り組んでおります。今日の世界禁煙デー、これを契機にいたしまして受動喫煙防止対策の取り組みをさらに進めてまいります。福祉保健局が担当でございます。次に金融プロモーション組織を設立する件についてでありますが、かねてより国際金融都市東京を目指しているその構想に向けてですね、さまざまな施策をこれまでも打ってまいりました。で、いよいよかねてより申し上げておりました金融プロモーション組織が設立の運びとなりまして、本格的な活動の開始となります。で、金融をめぐる世界の都市間競争でございますが大変激しく、また官民の金融関係者が一体となって情報発信、海外企業の誘致などを進める体制、これを構築するということは大変意義深いものだと考えております。で、組織の名称でございますが一般社団法人東京国際金融機構という漢字ばっかりになりますけれども、覚えやすくするためにですね、フィンシティ、ファイナンスのフィンですね、フィンシティ東京という略称となっております。で、この組織のトップにつきましては前日銀副総裁で現在株式会社大和総研の理事長をお務めの中曽宏さんにお願い、中曽宏さんでございます。で、とは会員として参画をいたします。そして初期の活動を支援するために資金面そして人員面でも支援を行って、まいります。これによって世界に冠たる国際金融都市東京の実現に向けまして、この組織が大きな役割を、エンジン役を果たしてくれることを期待をいたして、おります。次に、都営交通のですね、運行情報、これを、データをですねオープンデータとして提供を開始するというお知らせで、ございます。これはですね、交通局のほか多くの公共交通の事業者などで構成されております公共交通オープンデータ協議会、これが今日から公共交通オープンデータセンター、この運営を開始をするということでありまして、このセンターでは、公共交通事業者の時刻表などのデータを乗り換えを安定、このどこで乗り換えるといったような乗り換えの、案内ができるアプリといったサービスを開発しておられる方々いらっしゃいますよね。この方々にワンストップでこのデータを提供すること、その目的のために作ったセンターでございます。で、都といたしまして多くの交通事業者からデータが提供されていくことをこれからも期待をするところでございまして、まずは都が持っている、まずは会より始めようということで都営交通の運行情報などをオープンデータとして提供するというものであります。これでサービス開発者の皆さんが公共交通オープンデータセンターの API を利用されまして、で最新のデータを使って
作られて、で簡単で、迅速な、まあ、様々なアプリケーションやサービスを構築することができるというものであります。で今回オープンデータとして、公開いたしますデータですが、こちら出ておりますように都営地下鉄、それから都バスの時刻表、それから GPS を活用した位置情報などになります。でこれらのデータをですね、開発者の皆さんにご活用いただいて、ぜひ都民の生活がですね、より便利になるアプリであるとかサービスの開発をどんどん進めていただきたいということであります。でこうしたオープンデータの取り組みを進めることによって、以前から申し上げているソサイエティ 5.0、 この実現につながっていくものと考えております。まあ、最近はですね、いろいろアプリがありますよね、どこどこに行くのにどうしたらいいか、どこが一番早いかとかいう、それから会員になると今の時間帯現時点でどこがどう行くのが早いかとかですね、そういったことにの基礎になる情報を東京都が有しております。これビッグデータであります。これを提供すると、そして民間がそれを開発するという好循環を作っていければと、このような考え方について、まずこれが大きな一歩になろうかと思います。3本目、4本目かになりますが、マイスを誘致する取り組みについてのお知らせが2件ございます。1件目でありますが、今回は八丈島で都の支援で、ソフトコンピューティングと知能システムに関する国際学会を開くというもので、2020年の12月に開催することが決定をいたしました。まあ、国際会議など、まあ、MICE の開催ですけれども、これは多くの方々が来られますし、ご家族を連れてこられたりもしますし、まあ、高い経済波及効果が期待できるということから、都におきましてはこの MICE の誘致にですね、向けて積極的に取り組んできたところであります。で今回都が支援いたします国際会議は東京の島の部分で、島嶼地域で、初めての開催ということになります。で今回この会議を通じまして、東京の島の魅力を知っていただく、だいたい東京に島があるということを海外の方は多くご存じない、ということなども含めて観光振興など大きく寄与するものと考えております。で2本目ですけれども、福島県とマイスの協定を締結をいたしたという件であります。で都では現在沖縄県など国内の6都市との間でそれぞれ協定を締結をいたしておりまして、マイスの誘致に取り組んでまいりました。で今回福島県との間で、まあ、これで7都市目になるわけであります。この協定、締結でもって、まず今年度ですけれども、都内で国際会議を終えられた方々に、観光を楽しんでいただくように、参加者の皆さんを福島県の方に送るといいます、お客として、観光客としてお送りをするという取り組みの推進になります。で、まあ、最近はですね、出張などの前後に観光も楽しむという、まあ、ビジネスとレジャーを組み合わせてブレジャーという言葉がありますけれども、これ大変注目されておりまして、東京はその世界でもブレジャーの観点からも1位だということを、そういうランキングもございます。まあ、このブレジャーという点でもですね、こういった需要も取り込んでいきたいということで、将来的に両都市の間を周遊する海外企業の研修旅行などの誘致、共同で取り組むなど、マイス誘致の取り組みを本格化をするということでございます。締結式は6月6日木曜日、都庁で開催をいたします。次に事業提案制度についてであります。これはですね、もうご承知の方は、毎年行っていることについてでありますけれども、来年度の予算編成、
今回3年、私自身3度目となりますけれども、そこで事業提案の募集をですね、広く今年も募集をするということでございます。事業提案制度ですけれども、東京で生活する皆さんの知恵をですね、東京の課題解決、そして成長創出に生かすように予算編成の新たな手法として導入しているというものでありまして、制度の創設からいただいたご提案をですね、都の政策立案に生かしていく、都民に還元していくという新たなサイクルとなってまいりました。で、昨年度ですけど、都民の皆様から248件ご応募いただいておりまして、妊娠、出産、不妊治療などなど、お子さんを持つことに関する、知識を普及啓発をしようとかですね、まあ、全部で9件予算化をいたしております。で、現在具体的にその9件の具体化が進んでいるということです。それから大学研究者の方々からの事業提案というのは昨年度というか今年度それが生かされているんですけど、109件いただきました。例えば太陽光パネルの高度循環利用に対しましての東京モデルの提案、もう太陽光発電のパネル、あれ後処理って結構大変なんですけれど、これどうするかっていうので大学の方からのご提案を東京都と一緒にやっていこう、合計7件の、大学提案がございました。協定書を大学と締結をいたしまして、事業化に向けた取り組みは着実に進んでおります。で、スケジュールですけれども、都民、大学、提案いずれもですね、今日から6月31日からの募集となります。締め切りが9月11日、今年度は少し早めに始めるということでございますので、ぜひ、さらに多くの皆様方からいただきたいと思います。12月頃、都民の皆様からのインターネット投票を行いまして、決めていくということで、生活者の意見、大学の知恵、これらを生かしていくという、まあ、新しい令和の時代にふさわしいのではないかというふうに思います。6本目、最後でございますが、嬉しいニュースでございます。上野の動物園、きっとこのご質問が出るはずだったかもしれませんが、私の方からジャイアントパンダのシャンシャンの返還期限でありますが、2020年の12月末までとなりました。中国に返還する前の手続きなどがございますので、実際に返還する時期、そして、観覧終了の時期につきましては別途その時期を見まして、お知らせをいたすことに、といたします。で、シャンシャンですけれども、中国野生動物保護協会との協定になっておりまして、満24ヶ月の月齢時に、中国に返すということとなっております。そして双方でその返還時期を協議決定をするということとなっておりました。で、これまでその返還時期について協議を重ねてまいった、その結果ですけれども、中国側の関係者の皆様方にご理解もいただきまして、引き続き1年以上になりますが、シャンシャンをですね、この東京の上野で飼育することができて、皆さんに見ていただくということであります。感謝申し上げたく存じます。で、これからも中国と協力いたしまして、ジャイアントパンダの保護の促進、自然環境の保全、野生動物の保護など、まあ、教育の普及なども進めてまいります。で、上野で生まれて育ったシャンシャンです。まあ、中国へ、まあ、あと1年少々後にはですね、逆に帰ってしまうということで寂しい思いを抱かれる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これからもパンダと保全と、パンダの保全と繁殖の推進という大きな役割シャンシャンになっているため、 ご理解いただきたいと思います。それから6月12日がですね、シャンシャンの2歳の誕生日になります。ちょっと最近の映像、ちょっと皆さんと共にご覧いただければと思います。はい、どうぞ。はい、大好物の笹を食べているところで、まあ、ご覧のようにですね、生まれた時から比べますとね、もう大変大きく成長しました。で、今でも多くの方々に観覧していただいておりまして、このシャンシャン
がですね、元気なところ、可愛いところを見ていただいていると思います。はい。ということでですね、これでいいのかな？ね、最初ちっちゃかったこんなピンクのでこんな可愛かったのがどん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 大きく育って、丸々と太ってすくすくと育ってということで、ございます。でシャンシャン2歳の誕生を迎えるにあたりまして上野動物園でお祝いの記念企画を実施をいたします。はい。シャンシャンの成長をこれ糞を用いてですね振り返るという展示でございまして、シャンシャンの落とし物という名称のもとでですね、6月11日から30日まで開催をするというもので、ございます。また誕生日当日の12日には実際にこういうのはどうなんですかね、糞の匂いを嗅ぐことができるということでございまして、スペシャルスポットガイドということを実施いたします。それからさらにですね、上野動物園の公式ホームページにおきまして1歳から2歳までの生まれてからこれまでの成長を振り返る動画の配信を開始をいたします。で上野動物園においてはこれまでもシャンシャンのオリジナル記念グッズを販売してまいりましたけれども、6月12日からはまたスマホケースとかタオルとか2歳の記念ということで新たな商品の販売も開始をするということで、ございます。まあ、一度ちょっと上野動物園のホームページも覗いてみていただければとこのように思います。ということで最後はシャンシャンネタでございました。以上です。ありがとうございます。幹事社の日経新聞の続きです。幹事社から2点質問させていただきたいと思います。まずシャンシャンのことなんですけども、今回延期が決まったということで時期2020年12月末ということなんですが、この時期について、まあ、五輪とかも関係あったのかもしれませんけども、その辺を意識しているのことなど、それとも先方の意向があったのかどうかというところ、まあ、中国側この延期については今回の協議、まあ、快諾だったのか何かハードルがあったのか、そのあたりをお聞かせいただけますか。時期でありますけれども、例えば都として、輸送時のストレスであるとかパンダの繁殖シーズン、それから繁殖に向けて中国の環境の環境に慣らす時期など、これらを勘案いたしまして、それから都民の皆様方の気持ちを受け止めながらこれまで協議を重ねてきた、その結果として、先ほど申し上げましたように2020年の12月末ということで、決まったわけで、ございます。でまあ、これまで建設局が講演を有しておりますので、建設局が相手方、先ほど申し上げた中国野生動物保護協会と協議を行ってまいりまして、協議の、まあ、具体的内容など、まあ、これについてはですね、お答えを差し控えたいと思いますが、まあ、今日こうやって結果が出て、そしてこれからも、シャンシャンと、会う機会がまた確保できたということかとこのように思います。はい。それでは2点目なんですけども、先日自民党の二階幹事長との会食をされたということですけども、二階幹事長その知事のですね、支持表明をしていらっしゃいますけども、それに対する知事の受け止めをお聞かせいただけますか。毎回申し上げておりますけれども大変ありがたいと思いますが、でもそれは皆さんがぶら下がりでお聞きになるからそうお答えになるんであって、別にその話ばっかりやってるのではなく、東京都はやはり国などと連携して、これからのオリンピック・パラリンピック、それから今後のですね、東京のさまざまな持続可能な成長を遂げるためのインフラ整備など数々課題がございます。
そういったことについての話を重ねてきているので、その話をするためにですね、お会いしているということではございません。でもありがたい話だと思っております。ありがとうございます。それでは各社の質問に移りたいと思います。各社知事から指名をされたら、社名と名前を告げた後、質問をしてください。どうぞ。フジテレビの小川です。3つお伺いしたいんですが、まずシャンシャンの返還時期が延長されたというのは、都民の皆さんも非常に嬉しく思われることだと思いますが、知事も率直にまずご感想をいただけると。はい、パンダがですね、都民に愛されて、そして多くのお子さんもこのパンダに会えることを楽しみに、して上野の恩賜公園の方に来られて、家族連れでお越しになって、これが2歳でお返しをするという約束事はございますけれども、これが伸びたということは、率直に大変嬉しく思います。また都民の皆さんをはじめとする方々に可愛がられる、シャンシャンであってほしいという、またすくすくと育つことを期待しております。あとですね、政府の中央防災会議が開かれて、南海トラフ巨大地震の恐れが高まった時に臨時情報が出された場合は、一部住民が1週間事前避難することなどを盛り込んだ国の防災計画の修正案が了承されたんですけれど、これのその事前避難ということの受け止めと、あともし都で同じようなケースが起きた場合に速やかに避難するためにはどういったところに重きを置いて、知事としては指示を出していきたいとお考えでしょうか。今回の修正というのは、南海トラフ沿いでの地震の可能性が高まった場合の対応の見直しということを聞いております。またこれまでも何度も見直しはされてきたかと思いますけれども、最近の災害対応の教訓を踏まえての変更と聞いております。首都直下地震というのは、いつ起こってもおかしくない、どこからを基準にするか別にしても30年で 70% の確率でということ、この数字は変わりがないわけでございまして、いつどこで発生してもおかしくない、そのためにですね、常に地震に対する警戒を怠らないというのは当然のことでございます。でまた先日都として公表させていただきました地域防災計画震災編というのがございますが、この素案で、最近の災害から得られた教訓というのもこちらも反映いたしまして、防災対策の普段の見直しを今後とも行っていくということです。また無電柱化もこれも震災対策だというのでだいぶご理解いただけるようになってきたかと思います。それから建築物の耐震化というのもこれもそれぞれどの建物がなど詳しく発表したこともございますので、それらに対してのそれぞれの建物の強度耐震化ということを進めていただきたい。それから防災訓練、これは区市町村と連携をして行いますけれども、やはりこれらを着実に進めていくということかと思います。それからマイタイムラインについては、この先日キットをご紹介いたしました。河川の場合と、このあと氾濫に対しての減災協議会開くところでありますが、予期できる場合と予期できない場合とありますけれども、少しでも早くその普段の備えと、それからできるだけ早く知る、その危険を知るという点では、内容は違いますけれども、地震も河川についても同じ心構えが必要なんだと思います。はい、あともう一つ最後に、すいません、はい、桜田前オリンピック・パラリンピック担当大臣が、子どもを最低3人産んでという発言をしまして、非常に世の中からのいろいろな反応が出てるんですけれど、この前大臣の発言の受け止めをお願いします。もう随分いろんなコメントが出ているので、思いは同じでありますが、課題はですね、2つあって、失言マニュアルとかああいうのを出してもあまり意味がないっていうのをこれ語っているのが1点、それから2つ目にはですね、お子さん何人
欲しいですかっていう質問にはだいたい数字的には2人 2.2 人とかですね、そういう数字って結構出るんですよね。ですから希望する方々はみんなそう思っておられるんだけれども、なかなかそうなり得ない環境、これについて都として例えば待機児童対策、保育士の確保、それから、教育の無償化等々、これまでその環境を整えることをやっておりますので、そこの部分にこそ、その政治家っていうのはこの注力をするということなんだろうと思います。また一部だけ取るとその発言がぐるぐるまた回るっていうこの傾向もですね、あまり短絡的になると課題解決にはいつも届かずに、話題だけで終わってしまうっていうのはもうそろそろやめにしたいなと、いずれにしましても期待っていうか希望する方々のですね、そのことが、期待が叶えられる、そのようなまさしく都民ファーストの都政にしていきたいな、このように改めて思った次第でございます。3つでいいですか。はい、の加古と申します。シャンシャンに関してお伺いいたします。延長に関する中国側との協議はいつからいつまで行われたのかということと、あと都が中国側に払っているレンタル料はこれまで通りの額ということでよろしいでしょうか。ですね、これはもう2年の お約束というのは以前から決まっておりましたし、またそれのこの都民の皆さんの期待をに応えるべく、中国側との交渉を重ねてきて、で今日この結論を皆様方に公表できていると、詳細については申し上げませんけれども、いずれにしましてもこの先方との話し合いがまとまったということで、ございます。それから心身とリーリー親の方ですね、こちらについては保護資金として中国側にですね、年間で95万米ドルですね、を提供しているところでございますけれども、これについてはシャンシャンには適用されないということであります。朝日新聞の軽部です。28日に川崎市でスクールバスを待っていた女児が、殺される事件がありました。同じような事件が仮に都内で起きた場合に、何かその実効性のある対策を今後しなければいけない可能性もあると思うんですが、この数日間で何かお考えのことや、あるいは何か今発表できそうなことはありますでしょうか。本当に信じられないような事件であります。また今回お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、またご家族に対しては心からのお悔やみを申し上げたく存じます。外務省の方でミャンマー語の専門の方が今回亡くなられたということ、もう非常に特殊言語ですし、これからますますミャンマーと日本の関係というのがこれ発展するところで重要なそういう役目を担った、またミャンマー大好きという方が失われたというのは大変国としてもですね、損失ではないかと思います。また事件の動機であるとか経過経緯などについては捜査中と聞いておりますけれども、都としても国、そしてまた区市町村と連携しながら安全確保に努めていくということであります。で昨年6月にですね、国が政府が登下校の防犯プランというのを発表しておりまして、それで都が何をすべきかということで、区市町村とまた地域の皆さん、よく登下校の時にボランティアの方がですね、もう本当毎日ずっとこの旗を持ちながらね、守っていただいて、もう毎日ですよ、雨が降っても雪が降っても本当にありがたいことだと思います。そういった地域のある種地域の底力というのも
今後とも生かしていく必要があると思います。また小学校で警察職員による安全教室を行ったり、それから登下校区域、公園などへの防犯カメラの設置を促進する、それから事業者ボランティアの協力を得て地域の見守りの目を増やす取り組み、子どもと保護者が共に学べる、安全教育動画を作成すると、まあ、今 4点具体的に申し上げましたけれども、まあ、これらを総合的に、行っていく必要があるのかとこのように思います。またいろいろ皆さんも報道されて、おられることだと、思いますけれども、まあ、引きこもりだったのかどうか、8050、いわゆる8050そのものなのかどうか、まだ捜査が行われて、断定はできないと思いますけれども、いろんな観点から今回のような恐ろしいことがですね、この起こらないためのさまざまな方策というのは、真剣に進めていかなければいけないと、このように思います。子どもさんの命が奪われると、それも予期せぬこのような事件事故ということからどうやって守っていくかということは非常に大きな課題だとも捉えておりますので、今後どうあるべきなのか、またそれぞれ分析しながら対応して、対応策を決めていきたいと思っております。はい、毎日新聞の森と申します。重ねてシャンシャンのことでちょっとお伺いします。先ほど飼育延長の関係で来2020年12月までにシャンシャンに新たに発生する保護資金の提供というのはないという理解でよろしいのかというのが1点と、両親のリーリーシンシンの方も、来日10年という返還期限が迫っているかと思うんですが、そちらの交渉もシャンシャンと合わせてやっているのか、まあ、今後改めて行うのかお聞かせください。1点目はその通りであります。資金についての生じておりません。それから2つ目でありますが、親パンダの2頭の方については確か2011年からの10年間ということで2021年になろうかと思います。これについても今後どのような形で中国側の方と連携をしていくのか改めて確認していきたいと思っております。読売新聞の石原と申します。先ほど二階幹事長との会食の関係であるんですけれども、昨日都議会自民党が、自民党のこれに対して、独自の知事選について、独自候補の擁立を求める文書を、出してるんですけれども、非常に二階さん のありがたい、先ほどおっしゃったありがたい言葉と、反対の動きかなと思うんですけれども、そのことへの、受け止めのお言葉をいただけますでしょうか。それぞれがそれぞれのお考えで行っておられることなので、特にコメントすることはございません。オーリーと申します。先日柴山もオーリーさん、はい、オーリーと申します。オーリーさん、はい、オリパラのオーリーさんじゃなくて、大きいに大きい利益のリードが、はい、オーリーと申します。よろしくお願いします。先日柴山文科大臣が、文科省が作成しているその自らの名刺であったり英語版のホームページで、名前の順が名字姓の順になっているということを指摘されて、ローマ字のその姓名の表記が周知されていないというような認識を示されて、同社はホームページの表記を即座に変更をしたんですが、小池知事の、この表記に関するお考えとですね、東京都の方針をお伺いできればと思います。これは私は昔から織田信長は織田信長であって信長織田ではないだろうということは常々申し上げてまいりました。そして私個人の名刺はこのように
最初に、この名字を持ってくるということもしばしば行っております。そして、まあ、これはあの党全体どうするかまた別の国がお決めになるなり何らかの全体としての考えをまとめる必要もあるのかなと思いますけれども、私はあの以前からそういう考え方でございます。それからあの、まあ、今のところ名字があって姓名、ファーストネームが後から来るということでございますので、まあ、混乱がないような形で、進めていく必要はあるのかなと思っております。すみません、すみません、最後でお願いします。すみません、NHK の成沢です。あの先週の記者会見でですね、あの知事があの頭にかぶるタイプ の、 あの、はい、折りたたみ傘の試作品を発表されたんですが、はい、まあ、インターネット上とかいろんなところでさまざまな反響を呼んでるんですが、まあ、これについて知事の受け止めをお聞かせください。まあ、非常に認識が広がっているということだと思います。暑さ対策についてはですね、ネッククーラーというのも出しております。まあ、今年の夏もどうなるのか、まあ、いろんな方法を考えながらですね、東京都としてまた皆様方からのいろんなアイデアもいただきながら、暑さ対策という、来年の2020年の大会の時の大きな課題の一つをですね、皆さんと共に乗り越えていきたいと思っています。以前から申し上げているように、一つはハイテク、一つはローテク。ローテクの極みはですね、打ち水などであります。まあ、それ打ち水もあと蒸気がかえって、不快感があるとかですね、いろいろプラスマイナスもありますが、いわゆる遮熱性の舗装であるとか、それからナノミストであるとか、そういった、まあ、ハイテクの部分とローテクとの合わせ技でいろいろと対策を考えていきたい。ありとあらゆる方策を求めながら皆さんが安全で、そして暑さ対策も含めて快適な大会運営ができればというふうに思っております。